はい、テイルズ・オブ・エクシリア続きからやっていきたいと思います。前回でね、船に乗ってここからここ攻略するよっていうところで終わりましたね。四大勢力を救え。この船のどっかにクルスニクの槍があるはず。槍に捕まった四大勢力を助けなきゃ。ミラの友達だもんね。そうだ、次第なら私が抱える矛盾の理由を知っているかも。ミラ？あ、いや、なんでもない。ミラ、ぼーっとしてると置いてくからね。言うな。お前たちこそ遅れずについてこい。オッケー、ミラはそうでなくっちゃ。任せて。いいね、チーム女の子。じゃあたまにはレイヤーで行きますかね。よし、行くぞ。え、なんか青色なんだけど、なんなの、あの人たち。あ、ちょっと強いのかな、青色だから。弱点火、ナイス。バイ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 。こいつは弱点違うの？カデラ。でも結構効くね。ひと仕事終えました。お疲れ。もみもみします。何、トラジ古くないな、形レトロ。何これ。通信機か。連絡を取り合うのに使うんだ。船内の侵入者を1名確保。戦闘要員は急行せよ。1名確保。ショヒ、声出てる。イバル。イバルだよね。全てを終わらせてからでいい。何ですか。精霊がまた大量に消滅した。クルスニクの槍を使ったってことか。急がないと。うわ、なんか機械いる。嫌な感じ。結構広そうですね。じゃあねー。まあ仕方ない、ある程度戦っていこう。おいおいおい、痛い痛い痛い。混乱してる。何もの。痛い。死にそう死にそう。あ、死んでた。ごめんなさい。ジジイも意外に強いでしょ。壁を越えたな。あ、なんか食べよう。こんな戦うことが多いんだったら、
食べた方が絶対いい、うん、やっぱこれじゃない、経験値って一番欲しいものじゃないって。あ、ミラクルグミマジでありがたい、感謝。まずここ行こうか。何ここ、何もないやないか。何うるさいね。すごい、あ、お城みたい。これで戦艦なの？違うよ、このジルニトラは20年前エレンピオスの海を旅した旅客船だ。20年前にシェルの一部が破れた時にこっちに来ちまったんだ。20年前か。エレンピオスの軍勢にシェルの一部が破られた時だね。そんなことがあったの？エレンピオスはクルスニクの槍もなく、どのようにしてシェルを破ったのですか？詳しいことは私も知らないが、クルスニクの槍のオリジナルをエレンピオス軍が開発したんだ。知っているのか？聞いた話だ。今あるクルスニクの槍はそれを真似して作ったもんらしい。それって精霊が欲しかったから？エレンピオスは人に支えられて発達した世界だ。人と精霊は文明の要なんだよ。どうしてやめられないんですか？精霊を殺すならやめるべきです。きっとみんなアルヴィンと一緒で嘘つきで野蛮なんだろ。やめなやめな、本当。俺野蛮か？でもさ、ジンがなけりゃ何もできないんだよ俺たちは。俺たちにゲートとやらはねえのよ。え、そうなの？なるほど。だから精霊術は使えない。マナを操るなんて真似できねえんだ。それで銃を使っていたのか？そういうこと。くそ、封鎖線を張りやがったな。なにこれ。気をつけろ、触ったら真っ二つだぞ。どうすれば？左右にある発動機を止めれば封鎖線は消えるようですね。急ごう。なるほど。じゃあここ、とりあえず下るね。あ、はい。急ぐぞ、こっちだ。ミラ、怪我してるじゃない。ちょっと待って。ああ、気がつかなかった。少し油断していたようだ。いくらマクスウェルでも油断は禁物だよ。言われなくとも分かっている。すまない。ううん、はい、手当て完了。さあ行こう。あるんだよな、いろいろ思うとこがな、うん。アルビン、前にアルビンの武器は火の精霊術を使ってるって言ってなかった？ごめんな、あれも嘘。俺もゲートないから精霊術は使えない。だがジンではないようだな。ああ、いくら俺でもジンを持ってマクスウェル様には近づかないよ。ゲートがないってどんな感じなの？どんなも何も普通だよ。逆にゲートがあるってどんな感じなんだ？精霊を自在に操れて楽しいか？別に楽しくは。いいことだけじゃないよね、ゲートの才能で将来が決まっちゃったりするし。ま、そのあたりジンは平等だな。そうだな、平等に精霊を殺す。そんな目で見るなよ。
ゲートはないけど、エレンピオス人もオタクが大好きな人間なんだぜ。難しい問題、本当。こんな豪華な船に乗ってたなんて。いや。私が行きます。やだやだやだ、ちょっとポイントさんいて、この野郎は。いやで、こっち来ないで、こっち来ないで、いったやろ、はい、カンカンカン、苦しい戦いをしてしまった、ごめんなさい、カンカンとか言ってる場合じゃないよね、ほんとね。でもあの鈴鳴らすやつ好きです。ひょっとしてとは失礼だな、俺の品の良さは一目見たらわかるだろ。品の良さ、ちょっとごめん、あんまわかんないかもしれない。どうしよう、ルックスはいいなと思ってるよ。品の良さ、ん？何これ、こっからはいけないってことで、よろしい、もう片方から入ってみるか。あ、いけるいける。あ、こ、なるほど、あそこと同じ作りか、あの学校の下にあったとこと。なるほどな。とりあえず行けるとこから行っとこう。あー、もったいないね。ちょっとこれ使うか、ミックスグミ。使おう。ミックスグミを、これでいただきます。宝箱超好き。まあ、嫌いか好きかで言われたら好きよ、そりゃ。みんなそうじゃない、でも。決してね、我々だけではないと思うんだよね。もうこの辺敵いなくていいですね。うん、下手したら迷子になりそうだな。なんだここ。え、ここまで来てアイテムだけってことある？あるみたい。まあ大事ですからアイテム。ね。結構あれよな。あ、登る。ジャンプとかは絶好？おお。そっか、やっぱジャンプはできないんだね。はい。寂しいな。敵侵入部隊は左舷の突破を図っている模様。左舷ブロックの防衛線を強化せよ。左舷ブロック了解。わは言うておりますけども。いいのかな。何ここ、おお、まともな人たちでした。うん、アイテムとか売ってないの、あんたたち。
他に売ってないわね。これ何、どこに、お、わかる、広いよね。ちょっとまあ困惑してるもんね、正直。お金センキュー、一番嬉しかったりする。まっすぐこっちでいいのかな。とりあえずそこ入ろうか。うるさいですよ敵の方々で。曲がってで2箇所行くとこあるから邪魔だな。じゃあね。この人たちね、挙動が変だから余裕に避けれるよね。ありがてー。あー厳しい。ジャスミン終わり。ジャスミンだけでした。そこね、いい声ね、いい声だからって私は戦いませんよ別に、はい、今のなんだろう、いいやつかな。アミュレット、全状態以上を完全防御してくれるお守り。嘘でしょ。これにするよ、そんないいのだったら。あ、ブラコニキさんじゃん。ちょっと待って、なんかいいのじゃないのつけてる子にはブラコニキさんあり。あり。割とあり。いいアイテム手に入れましたね。うん。寄ってよかった。うわー、でっけー。なんだこりゃ。これは避けれんわ。これ炎は弱点だな。弱点ではないのか。ただよく聞くね。アイテム取っちゃうよ。伊達に年を取っています。一つ壁を越えたようです。うん、いい感じだ。いい感じじゃね。よし、いい感じじゃね。ビリアローブ、柔道とレイヤー、え、何マッスル？うん、みんな随分力をつけたようだな。ミラこそ戦い方すごく上手くなったね。強くなるのはいいが、腕や足が太くなってしまうのがな。オタク意外に見た目を気にするよな。当然だ、精霊の主たる者には相応の品格が必要だろ。鍛えられた肉体も美しいものですよ。そうだよ、強さは美しさだよ。強いミラはかっこいいです。ストロングミラーエクセレント。お前たちがそう言うなら本格的に鍛えてみるとするか。くわー、目指せムキムキバリボー。うん、ムキムキバリボー。
言っとくけど、過ぎたるは及ばざるがごとしだからね。私はあまりムキムキじゃない方がいいと思うんだけど。ねえアルビン、ティポが言ってたバリボーってどういう意味なの？わあ、それ聞いちゃう？大人の階段登る気満々だな。あ、またそうやって変な言い方する。いいよ、もう聞かない。バリボーとは男のロマン。あ、ローエン？ジュードさん、クールなのも結構ですが、ロマンを追わない男に成長はありませんよ。その通り、もっと言ってやれ。そりゃ興味ないことはないけど。そんな半端な気持ちでロマンが追えますか？もっと気持ちを込めて。バリボーのこと教えてください。声が小さい、わしも。It's me, バリボー。ちょ、大声で何言ってんの？責めるなレイヤ、これは本で読んだ思春期というやつだ。生温かく見守るべきものだよ。悪く思うなよ。男のロマンに苦笑はつきものです。まあいいんじゃない、仕方ないわよね。まあ、それが男のロマンなんだから。こちらアルビンブロック、敵兵力増大中、援軍を送る。了解した、直ちに無限ブロックに増援を送る。そこが持ち場を失せよ。何ここ、あ、ここもそういう系だ。なんかこれ多いよな。これどこ、どこに来たんだ。はあ、はあはあはあ、上からこっち来た感じね。気づかれたからこっちから行こう。邪魔だよ。痛い。ただ自分が今どこに向かって走っているのかはちょっとわからなくなりますね、広すぎて。でも仕方ないよな、広いんだもん。これだけか。うるさい。うるさくてよ。まっすぐ行って、曲がりたいけどな、人いて鬱陶しいので、もうここ入ります、はい。何かいいアイテムをくれ。はい。まあ別にってか。何？うるさいね。で、次どっちだ？こっちか？どういう大きい魔の？いけるな。倒れたらフォローするから。なんか燃えてるけど大丈夫？めっちゃ燃えてるけど。
で、この先端に何かあるんじゃない、ないのかな。あ、来た来た。これを止める方法は、こうした方が早いって。1個止めたぞ。でもう1個止めなきゃいけないし、もう1個がそっちだと思うんだよな。違うのかな。だから戻りゃいいんだよ。ちょっと真ん中にいるには迷惑なやつだな。あ、いけた、やった。これで待って、今あった、宝箱あった、宝箱。んで、ここだけで結構このさ、アイテム集まってるよね、うん、向こうに宝箱あった気がする。まあ、いっか。アルビ、頼むぞ。はいよ。顔柔道くん顔、ほんと。これで封鎖線は消えたはずだよ。うん、ホールに戻ろう。出て戻るんだっけ、出て戻るんだっけ。これ真ん中に戻るには、真ん中に戻る、まっすぐでいいんだ。敵侵入部隊は左舷の突破を図っている模様。左舷ブロックの防衛線を強化せよ。左舷ブロック了解。防衛線に予備部隊を投入します。大丈夫、いけるいける。でもなんかボスとかいる。効果爆発、ファイアーボール、フォローしてみよう。ゼロさせない、マジンワンチ。はいはい、強っ。何そのポーズ。ちょっと面白くない？何そのポーズ。出た、蜂の巣。そこら中にある蜂の巣ね。あ、違うとこ来ちゃった。なんかあんのかな、アイテムがある。やだやだ、全部こっち来るんだけど、どんだけよ。柔道くん、ユーロくん頑張って。おめえろ。
伊達に年を取っていません。そう、伊達に年は取ってない、ね、本当に。うん、これだけか。これ下掘り、もうどっから来たんだ私は。隣か、隣やな。オッケー。あそこの橋渡って向こう行って、でさらに向こうに行くと。向こうしか行ってないからね、もう日本語って難しいよねって。お邪魔です、あなた。よし、こっち行ってからので、ここも橋を渡ると、ね、結構順調なのでは、ね、動きやばくなかった今。大丈夫、あなた、お呼びじゃないのよ。よっしゃ。やるね。修行時代を思い出すね。ボコボコにされた思い出しかないけど。辛いね。そんなもんだよね、でもね。邪魔だな。うん、まあ無理だよね。いいのでは？大丈夫、今聞いてないって言ってなかった？大丈夫？伊達に年を取っています。サイダー飯が終わってしまった。もうしゃあないな。さあみんな、リリアルオーブの時間です。いいかな。よし、とりあえずもうちょっと進みたいんだけどな。どうだろう、ここまで来たらあれに行ってもいいんだよね。そこね、言い方だよ、言いた。悪魔なの？痛い痛い痛い。なめんなよ。やばいやばいやばい。あー死んじゃった。ごめんなさい。うわ最低。この野郎。戦いは好きじゃないけど。やだよね、高く。レベルアップ。称号メンタリスト。トロフィーもらってよ、メンタリスト。で、ここまで戻ってきたらもうじゃない？こちら右舷ブロック。敵兵力増大中。援軍を送る。了解した。直ちに右舷ブロックに増援を送る。3000ありがてえ。よっしゃ。どこだっけ？違う、こっちだ。これでいいんだよね。
アイテムが欲しかったんだよ。倒れたらフォローするから。いけなこの野郎。めちゃ痛いんだけど、あいつの攻撃。ありがとうアドレスサークル。誰か助けて。痛い、やばすぎる。ありがとうかゆくみんな、本当にありがとうね。もう許さない、後ろにいた。だった人数多いね。アイテム使おう、素直に。多いね。これは見苦しい戦いでした、ごめんなさい。数が多かったですね、っていう言い訳をします、またエリーゼか。んで、あれ合ってます？てかホーリーボトル使ってみた。自分より弱い敵、わかんねえ、弱いのかな。あ、弱いのかもしれないな、ほら。あら、あなたたち雑魚なの？下がりなさい。待って、ホーリーボトル気分いいんだけど。こう逃げていく感じめっちゃ気分いい。はいはい、あっち行きなさい。せっせ。せっせ。ほんと。よし。じゃあ、このセーブの奥行って、ひとしきり終わったら今回終わろうかなっていう感じだよね。ここで終わるのはちょっと早、なんかちょっとあれだよね。今回探検しかしないもんね。